ああ、随分お日さという感じです。もうそろそろ軍用時計かクロノグラフに行きたいんですけれども、まあこれが最後のオメガですかね。マーク2もやりたいんですけれども、オメガのシーマスタークロノグラフですね、このオメガのオメガマニアの、オークションカタログにも出てるんですけども、1974年の販売モデルですね。ディープブルーっていうのかな、濃紺のこの文字盤が特徴ですね。なかなかこういう感じですよね、このオークションのカタログでは。で、私が持ってるのはこれですけど、これもですね、非常に綺麗なブルー、ディープブルーのダイヤルのクロノグラフです。リファレンスは176007、機械がですね、レマニアの1040っていう機械が入ってます。で、これのクロノグラフ仕様が、125記念になるんですけども、まあ同じ機械ですよね、別に。で、これが裏蓋ですね、スクリューバックの裏蓋、オメガのブレスレットがついてます。まあなかなか綺麗な、ブルーの文字盤です。で、シーマスターなんで、これは防水性があるのかっていうことですけど、正直ないと思いますね。あって、なんつうのかな、日常生活防水ぐらいでしょう。絶対にこのダイビングとか、海には持っていっちゃいけないモデルですね、っていうぐらいオメガのシーマスターわけわかんないんですけれども、まあでも最近そこそこ人気出てきてますので、オメガこれもまあだんだんと人気が出てくると思いますけど、ちょっと大ぶりで、オメガとレマニアは非常に近い関係っていうか、もしかしたらオメガが持ってレマニアの株式の半分ぐらい持ってたと思うんですけれども、これはレマニアの中でもだいぶ最終に近いモデル機械なんで、個人的にはまあ321とかに比べるとあんまりいいとは思います。多機能にはなってるんですけれども、まあ861、321、861に比べればちょっと多機能になった分、コストがかかってきて、簡素化してるんじゃないかなっていう感じがします。まあただし、まあ1970年代ですから、まあなんていうのかな、モダンヴィンテージっていうのかな、このごつさとこの文字盤のディープブルーの美しいっていう意味からすれば非常に今風の時計だと思いますよね。人気が出ても全然不思議じゃないモデルです。スピードマスターに対してシーマスターですので、非常に納得のいくモデルですね。失礼します、これですね。